皆様こんにちは、ただいまご紹介に預かりました、高野山真言宗、教学部長を仰せつかっております、桐生俊雅と申します、この度は、仏教伝道協会様の方より、オンラインでの法話ということで、大変ありがたいご依頼をいただきまして、今こうやって皆様方の前でお話をさせていただく、大変ありがたいことだなと幸せに思っております。大変短い時間でございますけども、与えられましたお時間、そして皆様方にとりましても大変貴重なお時間を頂戴いたしまして、お話をさせていただきたいと思っております。早速なんですけれども、私の、この画面上ですけども、声が聞こえてますでしょうか。顔が見えてますでしょうか。そしてこんにちはと言えば、おそらく画面上の向こうの皆様方もこんにちはと言葉を返してくださっていると思います。このように見えて聞こえて語れる、あるいは手の感触がわかる、触って痛いだとかくすぐったいだとか、こういったすべてのこと、これはまさに生きている証拠でございます。見えて、聞こえて、喋れる。当たり前のことなんですけども、もしこれが仮にある日突然、あなたの身の回り、あなた自身のことで、目が見えなくなってしまったり、あるいは、耳が突然聞こえなくなってしまったり、あるいはこの毎日普通に喋れてるこの言葉が出なくなったりしましたら、どんな気持ちになるでしょうか。おそらく突然そんな状況に見舞われましたなら、私たちはどうしてと、なぜと思うと同時に、だん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 そのことが時間を追うごとに悲しみに暮れたり嘆いたり、あるいはひょっとすると絶望感さえも、感じてしまうかもしれません。実はわずか2歳の時に、ある高熱によって見えない、聞こえない、喋れない、これを俗に言う三重苦と申しますけども、その三重苦を背負ったある偉大な先生がいらっしゃいます。お名前はヘレン・ケラー先生。皆様方もおそらくその先生のお名前は耳にされたことがあるかもしれませんけれども、先生が2歳の時に高熱によって見えない、聞こえない、喋れないという三重苦を背負られました。私も小学校の5年生の時だったと思いますけども、今でも目を閉じると記憶が蘇ってきます。それは、何かと言いますと、当時日曜洋画劇場という映画が、放映されておりました。その時のヘレン・ケラーさんの生涯を綴った映画、奇跡の人という日本語のタイトルでございました。もちろん画面は白黒でございまして、非常にそういったモノクロの世界の映像だったんですけども、今でもはっきりと記憶が蘇ってまいります。ヘレン・ケラー先生は先ほど言いましたように、2歳の時に見えない、聞こえない、喋れない、その三重苦を背負ったわけですけれども、その苦しみを少しでも取り除いて元の女の子に戻してあげたいという
お父さんお母さんのその親心には大変深いものがありました。そして広い親心でもって彼女を一生懸命ケアしていくわけですけれども、なかなか思うようにいきません。お食事なんかもテーブルの上に食事を出しても、それが何であるかがわからないですし、お母さんが彼女の手を取ってナイフやフォークを握らせて、そして一口一口そのお食事を口に運んであげようとしますけれども、なかなか思うようにいかない。彼女は見えませんし、そして聞こえないし、喋れない。心の中では彼女自身がもがき苦しんでいたのでしょうね、おそらく。言葉は適切ではございませんけども、まさに可愛らしい少女ではありますけれども、ほぼほぼもう野獣化していってると言っても、そんな状況だったと思います。ですから、食べ物もナイフ、フォークを手にすることなく、自分のこの手で探るようにして、まさぐるようにして食べる。髪の毛もセットされてる綺麗なヘアスタイルから、やっぱりこの手でぐしゃぐしゃっとしてしまう。そういった一つ一つの彼女の行いは、おそらく先ほど言いましたように、心の叫び、なんで私がというような思いもあったんでしょうね。そうした中、やはり、お父さんお母さんだけでは手に負えないということで、家庭教師の先生を彼女につけることにしました。この家庭教師の先生のお名前がアン・サリバン先生です。アン・サリバン先生はヘレン・ケラーにずっと寄り添って、もちろん彼女の心にも寄り添いながら彼女を教育していくわけでございますけれども、この実は奇跡の人という題名は、英語で直しますと The Miracle Worker という、まさに奇跡の人という題なんですけども、実は障害を背負っておりましたヘレン・ケラー先生が自立されたことももちろん奇跡的なことであったんですけども、そのヘレン・ケラー先生を見事に自立させた、まさにミラクルワーカーの仕事をやり遂げた、実はアン・サリバン先生のことも実はこの奇跡の人という題名のもとに付けられたということを聞いております。先生は親心以上にヘレン・ケラーに寄り添って彼女を一生懸命教育していきます。やがて、目は見えませんけども耳も聞こえるようになってき、そして言葉も一言一言たどたどしい言葉でございますけどもお話になるようになってきた。そして成長していったヘレン・ケラー先生は、自分のご自宅というものを森の中に、静かな静かな森の中に一軒家を構えました。生涯自分は障害者に寄り添ってこの人生を生きていきたい。障害者と共に歩いていきたい。そういう思いで先生の障害者に対する熱い熱い、そして障害者を思いやる優しい心は、これを仏教で言い合わせならばですね、おそらく慈悲の心そのもので障害者に生涯寄り添っていかれました。そんな先生ですから、いろんな方々が先生のご自宅を訪れます。先生に一目会いたい。先生の言葉を聞きたい。
先生の教えをいただきたいという方々が、その先生の森にあるご自宅へと訪問されます。そうしたある日、一人の訪問者が先生のご自宅を訪ねられます。トントンとノックされて、静かにドアを開きましたら、一人の訪問者が立っておられます。優しく笑顔でその訪問者をご自宅に招かれて、そしてお茶、おそらくコーヒーかティーでしょう、出されて、頃合いを見計らった頃に、先生はその訪問者にこう尋ねられたんですね。森はいかがでしたか？森はいかがでしたか？と尋ねられました。静かな静かな森をずっと歩いてこられた訪問者ですから、先生は森はいかがでしたか？と尋ねられた。その訪問者は何という言葉で答えたと思いますでしょうか。実はその訪問者は、森はいかがでしたかのヘレン・ケラー先生の問いに、いえ別に、そう答えたそうです。いえ別に。その時、その言葉を聞かれたヘレン・ケラー先生は、驚きと衝撃を、そしてショックを受けられたんですね。この方は、この人は、目も見えてるのに、ここまで歩いてこられたときに、森のあの美しい緑だとか、あるいは、ひょっとすると、暖かい日の日差しが、木漏れ日として、その森に差した頃、差している情景、そういうのを見なかったんだろうか。この方は耳も聞こえているのに、ここにたどり着くまでの間、森の中の小鳥たちの声を聞くことはなかったんだろうか。あるいは、木の香りを嗅ぐことはなかったんだろうか。そんなもったいないことがあるだろうか、と先生は思われたんですね。そうした先生の経験から、ヘレン・ケラー先生は私たちに次のような言葉、メッセージを残しておられます。今日はせっかくの機会ですので、そのことを皆様方に原文のままお伝えしたいと思います。目の見えない私から、目の見える皆さんにお願いがあります。明日、突然、目が見えなくなってしまうかと思って、すべてのものを見てください。そして、明日、耳が聞こえなくなってしまうかのように思って、人々の歌声を、小鳥の声を、オーケストラの力強い響きを聞いてください。明日、触覚がなくなってしまうかに思って、あらゆるものに触れてみてください。明日、嗅覚と味覚を失うかに思って、鼻の香りを嗅ぎ、食べ物を一つずつ味わってください。五感を最大限に使ってください。世界があなたに見せてくれているすべてのもの、喜び、美しさを称えましょう。というメッセージを私たちに残してくださっておられます。このメッセージを私、目にしたとき、このメッセージは、三重苦、見えない、聞こえない、喋れない。その三重苦の地獄を知る人から、持ってる幸せを忘れてしまっている私たちへの
大切な言葉の贈り物だなと私はそう痛感しました。五感を最大限に使うこと、生きてるっていう実感をやはり五感を通じて私たちはもっともっとそのことを間近に感じていくことが大切ではないかなというふうに感じました。実はヘレン・ケラー先生はこのようなメッセージを私たちに送ってくださってますけども、真言宗の御宗祖である弘法大師空海様、実はもう1200年前にこのヘレン・ケラー先生と同じような言葉を私たちに残してくださっておられますし、今もそのことをお大師様は私たちに語っておられます。どういう言葉を語っておられるかと申しますと、五代に皆響きあり、五代に皆響きあり、六人ことごとく文字なり、六人ことごとく文字なり、つまり五代に皆響きありというも言いますのは、五代地水火風空大地水火風空、この現象にはすべて音声がある、響きがある。そして六人と言いますのは、見えるもの、聞こえるもの、嗅げるもの、味わえるもの、触れられるもの、考えられるものというこの6つの対象というものも、すべてこれは文字であり言葉であるんです、このようにおっしゃっておられるんですね。さらにちょっと詳しく申し上げますと、この世界の真羅万象ことごとく、そこには音や響きがある。その音声は人間の言葉ではなく、大自然そのものの言葉であり、私たちの対象であるすべての現象、見えるすべての現象も含めて、それ自体が言葉であると。そして、目に見えるすべての現象、色や形、動きまでも、これはすべて言葉である。と、弘法大師、空海様、お大師様は、そのことを申されておられます。つまり、川のせせらぎを耳にしたとき、あるいは川のその流れる情景様を見たときに、水は上から下へと逆らうことなく、素直に流れていきます。さらさら、さらさら、さらさらと、ゆっくりと。その情景を見たときに、あ、自分のこの心というものも、この川の流れのごとく、静かに逆らうことなく、上から下へと、素直な心でいましょうねと、そう、川のせせらぎ、川の流れる情景が教えてくださっている。さらさら、さらさらと流れる、あの川の水の音にも、あ、自分のこの心も、あのせせらぎのように、穏やかで、素直な心でありたいと、そういうメッセージがそこには込められている。これはただ単の音や現象だけではなく、それが仏様からのメッセージとして届けられている。そう感じられたら、どんなに幸せなことでしょうか。あるいは、先ほどのヘレン・ケラー先生のご自宅を訪ねられたとき、その訪問者の方は、あの森の中で歩いていくうちに、ふっと
優しい風に頬を撫でられた瞬間、あったかもしれません。もし仮に私どもが森の中でそういった優しい風に頬を撫でられた瞬間、あ、私もこの風の優しいように、優しさでもって相手に接していかなきゃいけないなと、そう風が私たちに教えてくださっている。その優しい風のように自分の心も優しくありたい。そう思わせること、思えること。これすべて仏様からのメッセージだと、そう捉えられたなら、どんなに幸せなことでしょうか。小鳥のさえずりにいたしましても同じです。あの小鳥が泣いてるその泣き声を耳にしたとき、私たちは心穏やかになります。ああ、なんて優しい声なんだろう。その小鳥の声が、私も人と接するときには、あの小鳥のように優しい言葉で接していきたい。接していかなきゃいけないと。そう、小鳥の声が私たちに教えてくださっている。そのように私たちもこの五感を働かせて、すべての美しいもの、大自然のすべての音や、あるいは現象をそのようなことで捉えられたら、どんなに素晴らしいことかと私は思っております。今日は環境ということでお話をさせていただきました。大都会であっても、ある公園に行けば、必ずや緑は、木々はあるはずでございます。あるいは、仮に公園がないといたしましても、空をこう見上げたときには、無限に広がる大空。それを見たときに、ああ、私の心もこの大空のように、広く広く、もっと広い心でありたいと、そう思えたらどんなに幸せなことでしょうか。どうか私たちは見えてます。聞こえてます。話せます。感触があります。そして心で感じることができます。どうか、ぜひとも自然の中に身を据えて、自然と語らって自分自身の心としっかりと向き合っていく、そういう日々を送っていただきますことを心から念じ上げまして、本日のお話とさせていただきたいと思います。これより日増しに暑くなってまいりますけども、どうぞお体ご自愛いただきまして、大自然をしっかりと日々感じていただく日々を送られますことを重ねて、ここにご祈念申し上げまして、本日のお話とさせていただきます。ありがとうございました。桐生先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、今月の質問のお時間へと移らせていただきたいと存じます。実は桐生先生もご所属されている、お勤めになられている高野山金剛峯寺には、山林部という、山を、守るという部署があるというふうに伺っているんですけれども、はい、そういったことがなかなか私ども知り得ないものですから、簡単で結構ですので、どういうものなのかお教えいただけたらというのが最初の質問でございます。はい、高野山の本山金剛峯寺には山林部という部署がございます。私は専門にそこに勤めているわけではありませんけども、山林部と言われるぐらいですから、この高野山は本当に自然豊かで緑豊かな場所でございます。そういったことで山林部が、ただいまこう一生懸命取り組んでいるのはやはり、何と言いましょうか、脱酸素対策として、
もちろん皆伐を行ったり新しくお山を作り上げていくというようなことが求められておりますけれども、金剛峯寺としてはやはり高野山の尊厳護持、この霊気漂うこの素晴らしい環境を守っていく、また自然災害や火災などによる林用の用材としても、その体系木を育てる必要があると考えています。今後も、今までのように宅伐による必要以上な伐採は行わない方針ではあると聞いておりますし、また高野山の素晴らしい自然を保護していくということは、もうここに住んでおられる希少な動植物の育成地としても、また豊かな水源の需要としても重要なことであると考えております。これからも、そういった山林護持に努めてまいりたいと考えております。はい、どうもありがとうございます。はい、もう一点だけご質問させていただきたいと思いますが、はい、先ほどおっしゃっていただいた弘法大師空海様も、環境問題の、先見とも言えるような、事業を行われたというふうな記録が残っているかと思うんです。はい、空海様の、環境に対する、もちろん今の時代と同じような視点ではないにせよ、空海様から私たちが、何を学べるのかなと考えたときに、少し、ご紹介いただけたらなと思っております。そうですね、まずもってまず、お大師様の弘法大師お大師様空海様のその教えにある教理群情という言葉があるんですけども、これも、これから森をこれから目指すも美しい自然との共存共栄ですね、生きとし生けるものは共に学び、そして共に助け合うことが必要であり、この教えを実践することで人の心は豊かになっていきますよという教えがございます。でそうした中で、SDGs に近い目的達成のためになるかと考えておるんですけども、そういった意味でも、弘法大師お大師様が、環境問題の一つとして一つ土木事業を手掛けられたということは、皆さんたちもご存知かと思いますけども、後任の12年に、811年にお大師様48歳の御年に、万能の池というものを修築工事されたと言われております。干ばつで田畑が潤わないということで、池を改修修築工事されたというのも、これ一つは、環境問題に携わったお大師様の偉大な事業の一つなんじゃないかなとこのように思っております。ありがとうございます。はい。